下半身だったんですね。で足緩めると、はい、今背中がほらだいぶ柔らかくなってるの分かりますか？分かりませんけど。分かりません柔らかくなってるんですか？この辺柔らかいよねなんかこの辺もなんかだいぶ柔らかいんですけども、そうですか。この腰回りが随分楽になってますね。あ、そうですか。はい、分かんないよ今ね、必死だもんね。分かりますよ。足が痛いんですまだ痛いよね、はい、足がなんかちょっと軽くなった感じもなんか分かんないよね。はい、分かりました。痛くてねまだちょっとこの辺硬いのでこれちょっとしっかり緩めていきますからね。ここ緩めていきますよ。ちなみにこの左側の疲れというのは、対人関係のストレスとか、もし思い当たりがあればそれね、ある。で、まあ個人特定できるような会話全部削除しますからご安心ください。あ、そうですか。この左側はその対人関係のストレス。誰か知りませんけど。本当ですか、それ。そう、本当です。私もこの業界20年以上やってますけど、はい、まあまあ対人関係で疲れた時は皆さんここに出ます。あ、そうですか。日常の。そうそう、それ。ここのあたりを押さえていきますよ。ここ。この脇のここを押さえていきますが、ここってね、リンパ液がこう流れていく場所なんです。で、ここを押さえて痛かった場合っていうのは、リンパ液の流れが悪くなってる。どんな感じかといったら、風呂の水が流れないみたいな。大丈夫そうですね。痛いけどね。はい。あ、ここです。そこですね。バレてますね。そう。ね、分かるからね。痛い。もうポコペコって音鳴ってるでしょ。これ何かって言ったら、ここのね、肩甲骨の上に筋肉がついてるんですよ。これがね、太鼓の皮みたいにこうピーンと引っ張られちゃうと、押さえるとね、ポコペコ音が鳴っちゃうんです。鳴ってますか？鳴ってました。それがね、はい、やっぱちょっと硬くなってる証拠なので、はい、痛い。ちょっとしっかり緩めておいた方がね、はい、後々楽になります。そうですか。はい。これ、ポコペコ音鳴ってますね。ポコペコ病って僕、名前勝手につけたんですけど、腕を使いすぎた人にしかならないです。痛さ大丈夫ですか？ここ痛かったね。他はまだマシになりますね。痛いけどね。ということは、はい、戻さないここが、はい、湿布とか、なんかチタンテープとか、はい、なんかピップエレキ板とか、はい、あれば、この辺に貼ってあげると、腕の疲れが結構取れてくれるんですよ。ああ、そうですか。覚えておいて、はい、痛かった場所、もう忘れないよね。
気温の寒暖差で結構硬くなる部分ですね。痛い。お酒をカバ飲みされるっていうわけでもない。一個も飲めません。ですよね。一個も飲めません。だったらもうあれです、気温の寒暖差です。ちょっと一息する。っていう感じで進んでいくわけですね。これ2回目来てもこれぐらいきついんですか？2回目を力加減は同じですが、はい、あの 人が耐えれる力加減っていうのはやっぱあるんですよ、はい、ですので、松原さんが受けれる耐える力加減っていうのはこれぐらいがちょうどいいぐらいなんですね。これぐらいが、はい、これが2回目されると、はい、今日ほど痛くない。でも2回目も同じだけの力でなさるっていうことですか？もちろん痛い。でそして3回目ぐらいすると気持ちよくなってくるんです。ただし、はい、期間が空けば行動痛くなります。痛くなる。だから1ヶ月に1回ぐらいとかは、うん、あのちょっと続けられたらそこまで痛くなくなっていく。1ヶ月に1回がちょうどいいんですか？大体当店でそれぐらいですね。ああ、そうですか、はい、痛い。硬いね。そうです。うわ、左なかったのにね。よかった。皆さん自分で歯ブラシしてくれるかわかりやすい。